この辺りは人の往来があるから、出るとしてもそんなに危険な魔物じゃないよ。とは言っても魔物には違いないんだけど、くれぐれも慎重に行動しよう。私実際に街道を通ってきたし、なんとかなるでしょう。さあ気合い入れて採取するぞ。あ、もう待ってよライザー。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。これこれ、えいティア、これ使えそう、ティア。ティア、なんだろうこれ、結構珍しいものかも。えいよいしょ、みんな気をつけて。そこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。よっと、はあ、せーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。ティア、やっぱり人工島だし仕方ないの。この花、ティア、敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ、せーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。えい、ティア、石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。あった、これこれ、薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。あった、これこれ、取れた。ティア、すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。あった、これこれ、これ使ってる薬苦いんだよな。あった、これこれ、味変えてもらえるかな。なんかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。はそこだ、よっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。虫嫌いの僕にマシマシなんか持たせないでよ。ティア、みんな気をつけて。そこだ、よっと、正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ、正解、
僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。宝石の名前とか特徴も完璧に。ライザ、結構遠くまで来たよ。それもそうか。これこれ、たっぷり詰まってる。あった、これでこれこれ爆弾とか作れるかな。ティアー、木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。あった、これこれ。これだけあればもうそろそろ必要な数は揃ったかな。そう、それなら町に戻ろう。パティも待ってるし。それじゃ早速錬金術の調合をします。と言ってもこっちで取れた素材と新しい錬金釜だから慣れるまで大したものは作れないけど。失敗の言い訳を今から考えているのか。違うって。新しい武器や道具を使う時って慣れるまで少しかかるでしょ。そんな感じ。まあまあ、できるやつでいいから早くやってみせてよ。まったく。ちょっと待ってね。よし、じゃあ始めるよ。何作っちゃおうかな。入れる場所は。何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。どれにしようかな。こんな感じかな。いっけー、やった、できた。できたよ。ほら、こんな感じ。実際にライザが調合してるのを見たのは初めてだが、錬金術ってやつはすげえな。驚くよね。全然違うものができるから。どう？これが錬金術だよ。正直驚きました。こんなすごいものが
があったなんて。錬金術を使えば何でも作れるよ。いや、さすがに何でもはちょっと言い過ぎか。何でも本当に？どうしたの？いえ、何でもないです。ライザの錬金術が健在で安心したよ。遺跡の調査はまた日を改めてかな。ライザも到着したばかりで疲れてると思うし。そうだね、さすがに私もちょっと疲れただろうな。島からここまでの長旅、知らない町、いくらライザでも疲れない方がおかしい。その言い草、あんた私を何だと思ってんのよ。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができたら声をかけてよ。待ってください、今度は私もついていきます。パティ、それは危ないと思うしやめた方が。でも、そう、実は私も遺跡には以前から興味を持っていたんです。どういうこと？そんな話初耳だ。タオさんの授業を聞いていて、歴史に対する興味が最近急に強くなってきたんです。遺跡のことも同じで、私にとって探索は勉強なんです。でも遺跡には魔物が住み着いてるかもしれない。戦うことになるかもしれないんだよ。私も全く剣術の心得がないわけじゃありません。それはタオさんも知ってるでしょ。うん、まあ分かった、じゃあ一緒に行こう。でも本当に危ないかもしれないからね。今日はここでお開きかな。それじゃあまた明日ね。ちゃんと疲れを取っておくんだな。では失礼します。はあ、いろんなことがあったな。タオたちにも出会えたし、新しい友達もできたし、オートもあちこち見て回ったし。遺跡か、どんなとこだろう。モリッツさんからの石もあったっけ。やることいっぱいだ。これから一体どうなる。
やあライザ、もう準備できてるんだね。うん、体力もバッチリだよ。それじゃ早速行くとしよう。まずは街道に出るよ。よし、未知なる遺跡に向かっていざ出発。いらっしゃい。またどうさて、これから遺跡に向かうわけだけど、実は王都の周辺には遺跡と呼べそうなものが僕が知る限りだけでも5つあるようだ。え？ 5 つも？そんなに？うん。それで5つのうちで唯一見つかってる遺跡が今回の目的地さ。え？すでに見つかってるところに行くの？それってもう調べ尽くされてるんじゃ。ところがね、王都の人間は遺跡なんて興味がないみたいで調べようとすらしてないんだよ。町のすぐ近くに大きな遺跡があるっていうのに気づいてない人の方が多いくらいでね。町の近くにあるんですか？私もそんなの聞いたこともないですけど。あれ、パティ、遺跡に興味があるって言ってなかったっけ？興味があることと知っていることは別です。興味があるから勉強するんじゃないですか？じゃあ最終的に私たちは5つの遺跡を探し出して調査することになるんだね。うん。でもこれはあくまで文献とかで知ったってだけで、本当に5つあるかは分かってない。それぞれ別の文献に載ってて別の遺跡だと思っていたら実は同じものを指していたなんて可能性もある。なんか結構ふわっとした話なのね。言い伝えなんてのは大抵ふわっとしたもんだよ。ライザだってそれは知ってるだろ。ただ僕はある程度の確信みたいなものを持ってる。ほら、伝承の文章を話しただろ。あそこに5って数字が出てくる。あれは遺跡が5つあるってことを指してるんじゃないかって思うんだ。なるほどね。で、それはそうと目的の遺跡なんだけど、この街道から北にそれた森の奥にあるって話だよ。森の奥、魔物は出るのでしょうか？それはわからないな。でも森だし
魔物じゃなくても猛獣なんかは出てもおかしくないだろうね。やっぱりそうですよね。昔は人通りがあったらしいけど、今はわざわざ行く人はいないそうだから注意しないと。見てみないと始まらないよ。とにかく出発よ。どうか怖いことだけは起こりませんように。強そうだけど大丈夫かな。そこだ。よっと。ああ。正解。連続よ。そこ。そこだ。よっと。届いて。さあ始めるよ。ライザ。さあ任せた。始めるよ。正解。連続よ。そこだ。よっと。そこ。ああ。よっ。届いて。連続よ。ライザさん、お願いします。そこ、よっ、そこ、よっ、楽勝楽勝。さあ、早く進もう。もっともっと強くなるぞ。こいつ、多分強い。そこだ、よっ、そこ、正解、連続よ。そこだ、よっ、届いて。ライザ、任せた。そこだ、よっと。そこ、はっ、よっ、届いて。正解、連続よ。ライザ様、お願いします。楽勝楽勝。さ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。無駄にはしないわ。気をつけて、かなりの強敵です。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。そこ、よっ、はぁ、そこだ、届いて。よっと、はぁ、正解。ライザ、任せた。そこだ、よっと、そこ、はぁ、はぁ、そこ、届いて。はぁ、走れ、炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。あった、これこれ。これってライザさんに持っていけば使ったりする。強そうだけど大丈夫かな。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。よっ、はぁ、届いて。そこだ、よっと、はぁ、正解。ライザ、任せた。そこだ、よっと、はぁ、届いて。そこ、そこ、ライザさん、お願いします。当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。無駄にはしないわ。てや、皆さん敵襲です。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。そこ、よっ、はぁ、そこだ、届いて。よっと、はぁ、正解、そこ、任せた。走れ、炎よ。そこだ、よっと。そこ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。花を、敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ、正解、
連続よ。そこやっ、はっ、そこだ、届いて。はぁ、ライザ、任せた。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。敵だ、気をつけて。そこだよっと、はぁ、連続よ。そこやっ、はっ、そこだ、届いてよっと、はぁ、正解、ライザ連続よ、任せた。そこ、そこ、そこだよっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。無駄にはしないわ。皆さん、敵中です。そこだよっと、はぁ、正解、連続よ。そこやっ、はっ、そこだ、届いて、はぁ、正解、連続よ。任せた。そこ、そこだ、はぁ、よっと、はぁ、走れ炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。てや、みんな気をつけて。そこだよっと、はぁ、正解、連続よ。そこやっ、はぁ、そこだ、届いて、はぁ、正解、連続よ。そこ、そこだよっと、はぁ、楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは実戦で得た経験、無駄にはしないわ。木材っていろんなことに使えるから、錬金術では重宝してるんだ。よいしょ。ここは街道から外れてるし、魔物の数も少なくないみたいだ。見た感じはそんなに強そうじゃないけど。でも弱い魔物でも集まると危険だよ。僕らだって一人より集団の方がいろいろできて強いわけだし。魔物も同じってことですね。来るよ、気をつけて。なんだ、余裕余裕。集まってると手強いね。でしょ、どんな相手でも油断はできないってことだよ。パティ、大丈夫？なんとか。やっぱり引き返す？大丈夫です、先
に進みましょう。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。正解、連続よ。そこ、よっ、はっ。そこだ、届いて。よっと、はっ。正解、連続よ。任せた。そこ、そこ、そこだ、よっと。そこ、走れ、炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。あった、これこれ。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ。そこ、やっ、はぁ。そこだ、届いて、連続よ。ライザー、任せた。そこだ、さあ始めるよ。よっと、そこ、正解、はぁ。楽勝、楽勝。さ、早く進む。もっともっと強くなるぞ。これ小さな石とかも混ざってるけど、いいのかしら。ここがタオが言ってた遺跡なの？多分そうだよ。王都のこんな近くに遺跡があったなんて。ここが本当にこんなものがあるなんて。ん？どうかしたの？いや、僕遺跡の話を聞いた時にクリント王国時代のものなんだろうって勝手に思い込んでたんだけどさ。違うの？うん、なんかちょっと違うように見えるんだよね。詳しくは分かんないんだけど、ほら空剣島の近くにはクリント王国時代の遺跡がいっぱいあっただろ。あれはクリント王国時代のよりももっと古いものだよ。ごめん、私には全然わかんない。アンペルさんならきっと一目でカンパするんだろうな。錬金術に関係あるかもって話だったけど、それもわかるようなわからないような。あの、すみません、クリント王国って昔この地域にあった大きな国の名前でしたっけ？今はもうとっくに滅んでなくなってるけど、遺跡とか当時の建物は結構残ってるんだ。その時代よりももっと古い遺跡、そんな場所に入っても大丈夫なんでしょうか？この様子ならせいぜい途中にいた程度の魔物が住処にしてるくらいじゃないかな。なんだか強くなったね。度胸がついたっていうか、初めて冒険した時のタオなんてビクビクだったのにさ。あの時と同じにしないでよ、もう。さあ、行くよ。てやー、たくさん取っておかないとね。よっしょ。素材にするとすぐなくなっちゃうし。てやっ、敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ。連続よ。そこ、やっ、はぁ。そこだ、よっと、はぁ。正解、連続よ。任せた。そこ、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 僕が行く。そこだ、よっと、はぁ。そこ、やっ、正解、連続よ。そこだ、よっと、ライザさん、お願いします。そこ、やっ、はぁ。そこだ、届いて。ま
だまだ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは強すぎて。攻めた平家、無駄にはしないわ。皆さん敵中です。そこだよっ。はあ、正解連続よ。やっはっ、そこだ。はあ、ライザー任せた。連続よ。そこそこだよっ。はっ、走れ炎よ。そこだよっ。はあ、そこ何を使おうか。一気に行くよ。何を使おうか。一気に行くよ。そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。敵だ、気をつけて。そこだよっと。はあ、正解連続よ。やっ、そこだよっと。はあ、ライザー正解任せた。連続よ。そこだよっと。はあ、やっは、楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは実践で得た経験、無駄にはしないわ。こうして改めて触ってみると、砂の感触って気持ちいいな。取れた。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。みんな気をつけて。そこだよっと。はは、連続よ。そこやっは、そこだよっと。はは、ライザー連続よ。任せた。そこそこよっと。は、僕が行く。そこよっ。そこだよっと。届いて。はぁ、正解ライザー続くよ。お願いします。そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。草なら大抵使えるみたいだし。なんだろう。それは？わかんない。何かの道具なのかな。こっちは手帳っぽいね。何かのメモみたいだ。けど古い文字で書かれてる。かつて僕らと同じようにここを調査しようとした人がいたのかな。それで何が書かれてるの？ちょっと待って、文字がだいぶ薄くて。あれ、仏行来たるその日まで砦はただ眠り続けるものなり。これって僕が見つけた伝承と同じだ。それじゃそのノートには伝承が書かれているってことですか？多分薄くて読めないところが多いけど、僕が見つけた伝承の倍かそれ以上の長さだよ。どうにかして全部読めないの？ほとんど消えかけてるからな。どうにか読めるのは。渓谷の底の乙女は起こしてはならぬ。読めないところがちょっと続いて。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。この後もちょっと読めない。あとは単語程度だけど。悠久の財宝、目指す旅人はって単語は2つ出てくるみたい。さっぱりですね。そのメモの持ち主ってどんな人だったんだろう。
きっと僕たちと同じように伝承を真実と考えてたんじゃないかな。薄くなって読めなくなった箇所もどうにかして見つける方法を探さなくちゃ。そっちの道具は？それなんとなく古式秘具っぽく感じるんだよね。古式秘具？あ、そっか、パティは知らなかったっけ。そうだな、昔の不思議な錬金術の道具かな。私もどうやってできてるのかさっぱりわからない。すっごく貴重な道具なんだよ。そんなに、確かにあまり見たことがない感じですが。本当に古式秘具なんだとしたら、これをここに置いたのは錬金術師っていうことになるのかな。本当ならね。でも私にはそう見えるんだよな。だとするとこの遺跡は錬金術に関係があるということになるね。もっと調べてみないとわからないけど。ああ、そっか。がぜん興味が湧いてきたよ。そうとわかれば奥に行ってみよう。ティア！敵だ！気をつけて。そこだ！よっと！はぁ！正解！連続よ！そこ！やっ！そこだ！よっ！届いて！はぁ！ライザー！任せた！連続よ！そこ！そこだ！よっと！はぁ！走れ！炎よ！僕もちょっとだけ鍛えてるんだね。もっともっと強くなるぞ！ただの石って、ティア！いいのかしら。そもそも、ただの石ってどういう石なの？敵だ！気をつけて！そこだ！ぐっと！はっはっ！連続よ！そこ！やっ！そこだ！ぐっと！はっはっ！正解！連続よ！任せた！そこ！そこだ！ぐっと！はっはっ！走れ！炎よ！そこだ！よっと！はそこ！やった！連続よ！そこだ！よっと！ライザの顔、お願いします！一気に行くよ！楽勝楽勝！さあ、早く進もう！ちょっとは実践で慣れたのかな？無駄にはしないわ！えい！僕も鍛えたから、これくらいなら平気さ。ティア！敵だ！気をつけて！そこだ！よっと！はぁ！正解！連続よ！そこ！やっ！そこだ！よっと！はぁ！正解！任せた！そこ！そこだ！そこ！よっと！はぁ！そこ！僕が行く！そこだ！よっと！はぁ！そこ！やっ！正解！連続よ！そこ！そこだ！そこ！僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。錬金術に使ってよーし、食べてよーし。あ、何よここ。ティア！神秘的なのはなかったけど。ティア！結局どういうものなの？ティア！ティア！虫は近づけないで。ティア！音を聞くとゾッとするんです。ここが一番奥になるのかな。どうもそんな感じだね。
意外と狭かったな。もっと大きな遺跡だと思ってたよ。なんだか随分と短くありませんでした？あっという間にここまで来ちゃいましたし。これは、え？壁画だね。何が描かれてるんだろう、これ。何か光ってるものが集まろうとしている場面みたいに見えるけど、これだけだとわからないな。何か意味があるんだとは思うけど。めぼしいものは全部持っていかれた。だから何も残っていないんだろうけど。この壁画は価値がありそうなのに、壁に書いてあるから持っていけなかったんだろうね。ライザさん、それは？わかんない。なんか熱くなってる気がしたから出してみたら光ってた。そもそもそれどうしたのさ。モリッツさんから預かったんだよ。何なのか調べてくれって。ただの綺麗な宝石みたいだったんだけど、急にこんな感じに。もしやと思って見てみたけど、この道具も少し動いてる気がする。何が起こってるの？わからないな。そろそろ戻る？もう奥にも行けなそうだし。ええ、それがいいと思います。うん、ひとまず戻ろう。これ以上はここで調べても何もわからなそうだし、調べようもない。それとこの道具はライザに渡しておくよ。もしこれが本当に古式秘具だとしたら、調べられるのはライザだけだと思う。実際にこの目で遺跡を見ることができた。これが一番の収穫だよ。うん、でもこの壁画もなんとなく気になるんだよね。あ、ごめんね。それじゃあ戻ろう。元に戻ってる。こっちもだ。もう動いてないみたい。どういうことでしょう。わからないけど、もしかしたらあの遺跡と何か関係があるのかもしれない。二つとも遺跡に関係したものということですか。そんな気がするんだ。特にあの壁画のあった場所に近づくと強く反応するのかも。やっぱりもっと調べる必要がありそうだ。うん、またあそこにも足を運ばないとね。これは本格的な冒険になりそうな予感がしてきたよ。私、うちに帰ります。パティ、ちょっと待ってよ。どうしちゃったんだろう。初めての冒険で魔物とも戦ったんだよ。きっと疲れちゃったんじゃないかな。本当に大丈夫だといいけど。
じゃあ僕たちも戻ろう。初調査も無事に終わったね。それにしてもタオが錬金術に関係したものがって言うから来てみたわけだけど、遺跡と石、全く関係が見えてこないな。それについてはこれから詳しく調べていけばいいよ。でも錬金術には関係してそうだね。この石の正体もわからないままか。遺跡で見つけた道具も何か反応してたし、一体何なんだろう。まあその辺も含めて僕もいろいろ調べてみるよ。他の遺跡の存在についてもね。私はどうしようかな。ここにも長居する。そういえばここって少しの間ならただって話だったよね。この後はどうなるんだろう。忘れないうちにパティに聞きに行かなくちゃ。家の場所なら知ってるから教えてあげるよ。学園区にあってね、住んでるところから結構近いんだ。何作っちゃおうかな。何にしようかな。